じゃあロボットの前はこっち、後ろはこっち、右のタイヤ、左のタイヤなので、前に進む、後ろに下がる、右に曲がる、左に下がるは、あ、左に曲がるはこうです。で、じゃあこの今手で操作していた部分をコンピューターとつなげるためのここのキットを使っていきましょう。まずは取り出していきます。こんな感じの基板が入っています。音とこの電池ボックスと一緒で2つ端子が出てます。で、基板に小さく R と L という文字が書いてあるんですけど、 R はライト、右側という意味で、 L はレフト、左側という意味です。なので今言った右側のタイヤを動かしたいのがこの R という端子になるので、まあ、こういう向きでロボットに取り付けていきます。取り付けは両面テープとかで。そしたらこのコードを割いていきます。で、この右側の線をコントローラーから外します。そして右側の線をまずはこう向きはちょっと気にしないで、一回この R という端子にします。ちょっと余ってるのはで、結んでいきます。次にこの左側に刺さっていたコードを電池をそのコントローラーからに挿します。これで付け替えは完了です。はい、じゃあそしたら次に電源を入れます。スイッチをこっち側にすると LED がつくので、これで電源オンです。そしたらパソコンとペアリングをしていきますので、ココロキットのブロックのチェックボックス、接続するチェックボックスを開いて、自分の ID のココロキットをペア設定をします。つながるとちょっと動いて光ります。次にロボットのタイヤの回転の向きが正しいかどうかを確認していくので、この右のモーターを回転というブロックを2つつないで、左のモーターにというに変えます。で、止めるのブロックも用意しておく必要があるので、右のモーターを止める、左のモーターを止めるというこういうブロックを用意します。そしてちょっとロボット進んじゃうと思うので、持ち上げてもらって、この回転のブロックをクリックしたときに
ロボットがこれは今後ろに進んでますね。こういう時は止めてもらって、どっちも回転が逆なのでここのコネクタをどっちも反対側に差し直します。これでもう一回同じで右のモーターを回転と左のモーターを回転を押していただくとロボットがこれで前に進むようになります。これでコネクタの調整は OK です。そしたらロボットを1秒間前に進ませて止まらせるプログラムにしていきましょう。この回転した後に1秒待ってから止まるっていう順番にしていきますので、待つというのはこの制御っていうブロックのところに入っていますので、こんな感じでくっつけます。そして止まるっていうブロックの方もくっつけます。これで、できると思って、あとこの旗マークを押した時にっていうのもちょっと追加させてください。これで基本のプログラムは完成です。旗マークを押すと1秒前に進んで止まるかを見てみましょう。はい、これが基本のプログラムになります。じゃあ次にロボットを前進させてから後ろに下がっていくっていうプログラムを作っていきましょう。今回使うブロックは逆回転というブロックを使います。なので右と左のモーターを逆回転というブロックを使います。で、一回回転している状態から逆に回す間にはこの止まるっていうブロックを、心キットの場合は入れる必要があるので、この止まるのブロックの後ろに待つを足して逆回転をつけます。そして、逆回転の状態で1秒間待って、最後にもう一回右のモーターと左のモーターを止めるというふうにプログラムを作ってあげると、前に1秒進んで1秒止まって、後ろに1秒下がってくれるはずです。じゃあ実行してみましょう。はい、前回のロボットを、左にこう傾け曲がるためのプログラムに改造していこうと思います。使うのはまず止まるブロックは、最後止める必要があるので用意しておいていただいて、右側のモーターだけ前に回して左は止めておくと、こういう感じで大きな角度で回すことができるので、右のモーターだけ回転して1秒間待って止めると、こういうふうにプログラムを変えてみました。こうしてみます。はい、これで1秒間左側に曲がるというプログラムが完成しました。でこれだけだと結構大きく曲がってしまうので、右のモーターは前に回しながら、左
左のモーターを反対側に回すとその場でキュッと回ることができます。このプログラムを作るのは右のモーターを回転させながら左のモーターを逆回転させて1秒間待って止めるというふうにプログラムを改良するとこんな感じでその場で曲がることができるようになります。